月読み。どこに行こうとしてんの今、山？もうまさにミステリーですね。登竜拳。うわ、すごい景色だ。はい、どうも、ポンコツライスの構成です。マリコです。はい、後ろにひかとぶーちゃんがいます。はい、どうも。はい、ですね、今日元旦です。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、去年出したかな、一昨年かな、一昨年マリコのね、ミステリーツアーっていうものがね、我が家でありまして、僕たち行き先を知りません、マリコ以外。はいはい、っていう企画をやってます。元旦にマリコが行きたいなって降りてきた、朝降りてきたところに、うん、向かうっていうので、私も自身も全然調べてません、そんなに。ちなみに一昨年は朝起きてきて、空海がこうなんか頭に浮かんだので。なんでそれ。空海が見れる海に、うん、3人連れて行ったんですけど。なんでそうなるんだよ。今年はね、ちょっととある場所が降ってきたので、ちょっと今そこに向かってます。はい、なので連れられてます。全く3人はどこに行くかも分かっておりません。はい、連行されてます。ということで、また着いたらお届けします。はい、お楽しみに。しみに。はい、ということでね、どこかわかんないです。まあ、軽くね、1時間ぐらいちょっと車走らせてもらいまして、うん、私も情報源が少なすぎて、うん、これはもう情報ゼロですからね。とりあえずはちょっと来てみたんですけど、なんかマップ見るともう、はい、道がないんで、こっから先。なんだよ、道がないって。ちょっととりあえず、まあ行けるところまで行ってみて、ダメそうだったらちょっと、はい、裏側に回ろうと思います。どこに行こうとしてんの今、山？って言ったらミステリーツアーじゃなくなっちゃうんで。あ、すいません。はい、ということでね、自然豊かなところにとりあえずひとまず到着しました。行っちゃった。竹読み。そもそもここは何県？ここは何県？東流県。流れ。なんかね、岐阜っぽいですね。車のナンバーとか見てると岐阜っぽいです。ずるい。それ見たら分かっちゃう、ね。岐阜県ですね。綺麗だね、でも。道があるのかどうかがちょっとわからないんで。あ、なんかね、山近づいてきたんだよ。そう。え？あ、道方みたい。すごい道だな。道なんだ、一応。まさかの、まさかの民家ですね。ヒカ、大丈夫か？ヒカ。どこだよこれ。もうなんか映えだよ、でも映え。どこなんだ。案内人がまるで分かってない。そんなロケある？まさにミステリー。案内人も分からないロケってある？ん、なんかさ、階段あるね、階段あるよ。あそこも見える。なんかこれ畑、これいいの？いいのかダメなの？でも待って、これさ進めんくない？これ違うね。あれがまさに野面積みじゃない？あ、本当に野面積みだ。これ野面積みですね、皆さん。野面積み。 Google マップではここが限界でした。さて、皆さん到着できるのでしょうか？あ、ごめん、前途多難。どこ行くの？到着できるのでしょうか？はい、ってことで、ひかりちゃんが今目隠しをしてくれてますが、はい、どこですか？うん、やっとね、無事なんとか着きました。なんかちょっと木の匂いがするかな。うん、まあ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 、間違ってはないね。3、2、1。はい、左向け左。え？どこここ。はい、ってことで、ここがかの有名な小早川秀明寺跡の。やばいやばいやばい、はい、これ、あれじゃん、小早川秀明の陣跡やん、これ。知ってんの、小早川秀明。やばくね。どういう人か説明してみて。めっちゃサインもらおうかな。やばいんだけど。はい、てことで、元旦から、私たちこの松尾山というただの山じゃないんですよ。山城があったところなんですよ。マジで？ってことで、今から松尾山城を目指して、まあとりあえず行けるところまで行ってみて、頂上まで行けたらラッキーって感じで。プチ解説しますと、この小早川秀明っていう方は、関ヶ原の戦いの時に石田三成側の西軍についてたんですけど、徳川家康と違う方ね。書いてあるね。
あ、そうそうそう。でそこにいて、ここの山にあの陣地を作ってずっと身を潜めてたんですけど、最後の最後になんとですね、この小早川秀秋が石田三成を裏切ってですね、徳川方について、で徳川の勝利に貢献したっていう結構ね重要人物なんですよ。そうなんだ。ちょっとね、あのとぼけた顔してますけどちょっとポンコツ感ある。ちょっとポンコツ感あるんですけど、ちょっとこの小早川秀秋がもし徳川側にあの寝返ってなかったら戦況がどうなってたかわからないっていうぐらいね。ひかちゃん、日本の歴史がこの人によってね、あの変わったと言っても過言ではないので、まあなるほどね、今日は令和の元旦に関ヶ原の戦いと戦国時代の山城を感じに、あのちょっとふらつきたいと思います。いや来ると思ってたよ、やっぱ山城だと思ったり本当に本当に山城シリーズ第2弾出発。なんかね、小さい湧き水、川も流れてて、みんなね、竹の杖持って、これ1本でよかったわ。頑張れ頑張れ。頂上まで 1.5 キロぐらいなので、まあ行けなくはない、ね、まあ多分フラフラしていっても40分ぐらいかなと思うので、ちょうどね、あのお腹もみんな空いてるのでお昼ご飯も持ってきたんですけど、頂上登ったら食べよっか。うん、そうしよう。またさ、前行ったさ、内城跡とは違うか、山だ、登山風だね。登山だから、いろんな山行ったりとかしてきたけど、山によっても全然このね、道とか空気感も違うし、ここに小早川がいたのかっていうのがね、すごい鳥肌もんです。もうね、優柔不断でね、ずっとずっと悩んでてね、もう最後の最後にね、家康側に行ったのでね。あー、でもなんか石垣とかもあって、ちょっと白感あるね、こういう道。見て皆さん、めっちゃ綺麗、わかるかな、木があるね、ちょっと邪魔だね。めっちゃ綺麗だね、なにこがずっとこういう感じの道かな。このあ、お兄さんどちらから見えたんですか。洞窟、はい、中腹ぐらいまでにやってきましたね。多分半分ぐらいかな。ね、尾根がすごいね。歩きやすいし、うん、無料でね、駐車場にこの杖があるおかげ。あ、めっちゃあったね、そういえば。高生、ほら、あ、ほんとだ、あれじゃん、ちょっと近代のやつじゃん。あの、こういうちっちゃい石をこう隙間に入れるやつ。うん、そうだ、そのスタイル。石切り法がちょっとあの確立してきた時代で刺激マニアみたいなまあ、山登りしながらね、元旦なので2024年の抱負というか目標をね、うん、話していこうかなんか、一人ずつ話していこうかと思いますけど、うん、はい、じゃあブーちゃんからどうぞ。今年のなんか目標とか夢とかチャレンジしたいこととか。ブーちゃん選手、まあ、いっぱい友達と遊ぶことかな。いいですね、いいですね、いいですね。無事出産することそれはめちゃくちゃでかいですねはい、もうそれですね。まずはあの母子ともに健康で、あ、確かに、ね、出産を終えれることですね。目標は赤ちゃんのお世話を、うん、素晴らしい、はい、よろしくね、ひかよろしくねうちは母親が2人になりますね、まあ、僕はもうあの、まあ、去年いろいろと体壊したりとか、まあ、あと母が亡くなった件とかもあったので、本当残された気持ちが分かったので、人のあのよりね、周りの人たちをね心配させないとか後悔させないとか、そういうことを思って無理しないっていうことですね。楽しく生きるってことですね素晴らしい締めをありがとうございます。すごいすごーい。すごいね。この木漏れ日がいいね。うん。はい、ということでね、もうちょっとで山頂になりますんで、僕は先に登ろうかなと思います。いい。じゃあ危ない危ない危ないってね、さっきさ無理しないって言ったところじゃん。無理はしないけど無謀はしようと思って。お前だ、うまく言ったつもりか。マリコ。はい、なんかさ、下ってない？なんか完全に低くなってきてるよね。ねえ、どういうこと？じゃあなんかさ、さっき分かれ道3つあって、うん、でも山頂って書いてなくて、小早川秀秋の陣跡って書いてあったから、うん、違うのかなと思って、そのまま何も書いてない方来たんだけど、明らかにこれ下ってるから。おい、ナビゲーター。小早川秀秋が本陣を敷いたのが関ヶ原を見下ろすことのできる松尾山城一郎でしたって書いてある、うん。絶対そこやん。さっきの、絶対あの陣跡ってやつじゃん。
っと頑張って戻りますか。すいません皆さん、ごめんね。これがミステリーツアーか。行きましょう、はい、マリコ、スイナについてよ。あれだね、うん、あれが私たちが今、はい、いや、さっきブーちゃんが見えたって言ったあの一言がすごい希望の光になった。だってマリコ、これに登ってきたんだよ。その苗木城楽しかったけどさ、うん、このなんか感動の具合が違うね。ほんとこれ今元旦の昼ですよ。やば、綺麗だね、すごい。あーすごい、ブーちゃんがついた。マジで、これはお腹の子もたくましくなりますよ。うわ、これ伊吹山です。伊吹山と今同じ目線にいる。あ、ひかちゃんも到着、よく頑張ったね。うわすごい景色だ。あ、やっと山城着きました。着いた、ひかちゃん頑張った。はい、松尾山着きました。あ、ここが本丸だって。こんなところにお城があったなんてすごい。伊吹山、関ヶ原の街並みすごい。いや、今日また天気がいいからね。これが関ヶ原の古戦場が一望できる。ここで戦況を見守ってたんですね。廃城になってたところを陣地にしたみたいだから、うん、ここ城の中心だって。どれどれ、城の出入り口だって。あ、へー、美濃地方最大級の山城だって。あ、そうなんだ。登ってきたところも含めてもう城だったんだね。ほんとだ、全部城なんだね。そういう感覚で登ってなかったな、ね、今登ってきたとこ後ろね、こういう感じで来てる。で、ま、最後登って、そう登るんだけど間違えてこっち行っちゃったんだよね。で、なんか引き返してまたこうやって登ってった感じかな、うん。で、距離は長いんですけど道は安全だったし、見晴らしがねめちゃくちゃいいので、うん、こういうところで作ろうと思う発想がすごいですね。ミステリーツアー兼山城シリーズ第2弾でしたが、はい、ってことで今年も皆さんポンコツライスをよろしくお願いします。